トイック100点いかなきゃ解散です。後期になったんですよ、デジハリが。トイックの授業取りました。トイックもらいますか。批判さっそく。それでトイック800取ろうと思ってた。もちろん報告するっていう意味もある、うん、はい、トイックだと他の意味もあるので、マーチは3ヶ月とかなんか言ってんな。いやいや、まだ始まりました、もちしちゃね。さあ、今回は、はい、アイドル失格の演じ手屋とルーです。はい、久しぶりにやってきました。久しぶりです。演じ手屋さん、はい、トイック800点いかなきゃ解散です言いたい放題。結局メンバーがいなくなってってるから、もう事実上解散ということで。いやでも今ちゃんと、はい、あの新メンバー王みたいなかけてて、はい、新メンバー王募集か。そう、何新メンバー王アイドル失格のメンバーになりませんか。アメリアツヤでいいんじゃない。ぜひぜひ解散するんでしょ。アメリアティア見てる一緒にアイドルやろう。もうじゃあ推しはいないので、僕あそっか、あ、新メンバー、あ、新メンバー森実のところに連れてってどうですかみたいな。どうですか、そんな二人がね。そっか、じゃあ英語できるかどうかをチェックしよう。受けてないじゃん、トイックバレた。力何でチェックしようかな。確かに。でも最近、うん、後期になったんですよ、デジハリが、はい、うん、トイックの授業取りましたよ。お、どんな授業なんですか。トイックの問題を解いて先生が一生解説するみたいな。一生解説するって、だいたいあの1回の授業につき7問くらいしか解かない謎の授業。何のテキスト。いや、わからないんですよね。教科書買ってなくて。教科書買ってなくてじゃあしょうがない、なんかやろう。なんかやろう。なんかやろう。森哲先生、トイックの本とか出してないんですか。出ますよ、もちろん、いっぱい英単語、はい、基礎のやつなんで、こんなの簡単だと思うんで楽勝、楽勝だと思うんで。解いてもらえますか。適当なページを開きましたが、まずチェックテストをバンバン解いていきますか。はい、選んでください。じゃあ、まあ、2人でもできるでしょう。個人戦なんで。個人戦、協力じゃないんだね協力でもいいんだけど、まあ簡単ですから。うん、それでざっと解きましょう。これぐらい、あ、やっぱルーもペンがいい。あ、すいません、ありがとうございます。はい、できました。はい、どうでしたか。え、でも簡単だった。簡単だ、そうですね、これ簡単なやつです、600点のやつ。非常に優しいんですが、答えが、いや、小文字と大文字で分かれてて分かりづらいなんで片方は大文字で片方は小文字で書いてるの。あ、1問分かれてますね。それ以外は同じですね。どこ、はい、最後、本当だ。最後以外は同じです。いきますね。 Mr. Tanaka なんとか his coworker for help。 正解は A です。はい、アスクですね。アスク人4ですよね。そうです、アスク人4こと、うん、です。あれ、エンジン、何最初これ何ぐちゃぐちゃやってなってる。小文字で書いたらルーに、あー、大文字で書けて、大文字で書けって言われたから、大文字で書いたらルーが小文字で書き始めて意味がわからんはい、そうですね。他はなぜダメですか。なんでダメ。なんか普通にでも取っちゃったけど、まあリッスン全部自動詞。あ、まあまあまあ、そうですね、はい、他は全て自動詞で、うん、とにかく人を取らないですね。人取る場合、トークどうなります。トーク、トゥ、人、イントゥ、そっち、ね、それ、それトーク、人、インター、NG ね。まあまあ、人を取る場合のやつね、はい、それ説得するとかなんか意味違うじゃん、まあ、そうだね、うん、トーク、トゥ、人とか、はい、リスン、大丈夫ですね。はい、リスン、トゥ、そうですね、うん、はい、まあ、think も think of ですからね、なんとかについて考える、うん、about でもいいけど。さあ、2問目、The annual meeting will take なんとかいう Brazil this year ですか。さあ、答えは A、take place、はい、正解です。テイクプレイスはリアクションしろ、アイドルだ仕事しろ真面目に聞いてる。いや、ちょっとテイクプレイス開催されるとか。はいはい、そうですね、はい、だから言い換えると、なんだっけ、ヘルドヘルドだけじゃダメでしょう。だってウィルヘルドとは言えないんじゃない。ヘルドイン、何を言ってる、インブラゼル、ここ書いてヘルドイン、インブラゼルですか。だからここのテイクプレイス言い換え、うん、え、言い換え、聞かえると、いやいやいや、ホールド、ホールド、ヘルドだっけ、うん、ウィルの後ろにヘルドは置けないでしょ。あ、そういうことか。B ホールド分かんない。もう、はい、もう批判さんと、これでトイック800取ろうと思ってるの甘すぎみたいな感じですね。でも前のさ、動画でもコメント欄でさ、うん、こいつ英検準1級絶対嘘だろみたいな。あら、なんか嘘だったんですね貼っとく、合格証明書貼っとこう、この辺に。 B ヘルドですよ、 B なきゃダメですね。
当たり前ですけど受動体ですから何 B ホールいやでもね、なんかね飛ぶくない飛ぶくないなんかその解いてる時とこうやって聞かれてる時飛ぶくないもう最近の人も使う変な文法、はい、次が Mr. Lu will report なんとか Ms. Okada、はい、何でしたっけ B2、はい、report to です、はい、正解です。じゃあどういう意味でしょうこの report to っていうのは。え、知らせるとかじゃないの違う、え、岡田さんに知らせるでしょうみたいな報告するでしょうみたいな、うん、報告するだけじゃないんですね。もちろん報告するっていう意味もある、うん、はい、トーイック風ですか。トーイックだと他の意味もあるので、報告するっていう意味ももちろんありますよ、はい、結構誤訳されてます。だから英語の参考書とかトーイックとか受けてる人は間違いないんですけど、結構間違ってる。報告するって訳されちゃってることあります。へー、その人の下で働くって意味です。へー、はい、そんなのあったっけ。直属するっていうんですね、トイックでこっちの意味、うん、なんで知っといてください。 Report to ですね、うん、Mr. Yang visited the laboratory なんとか The purpose of checking the progress of the quality tests。 はい、そうですね。これはまあ有名なやつですけど、前置詞知ってるかどうかですね。4番は InIn the purpose、 はい、ハズレです、ね、トゥーか、はいはいはい、トゥーか、トゥーか、はい、違います、はい、トゥーじゃない、違います、はい、もうこれも受験税から、うわ、よく法政受かったとかマーチは3ヶ月とかなんか言ってんなって言われてます。あれそうだったっけ、何なの目的でみたいなやつですね。オーダーパーパーソーブですね、はい、なんとかの目的ではやっちゃいました。いやー、前置詞難しい、これは大学受験ですね。僕パーッと今ページめくってこれを選んだのはこの問題があるから選んだんですね。見てください、僕の手の上で。なるほど、見事に踊ってました。はい、全然むずいよ。まあ、これがあったんで、うん、これ間違いんじゃないかなと思って選んだんです、これ実は。じゃあどういう意味ですか、この文。研究室をクオリティテストの進捗を確かめるために訪れた。うんうん、そうですね、はい、研究室とか実験室とかですね、うん、Laboratory、 ラボって言いますよね。次の Only the employees but なんとか Their family members can attend the event、うん、から答えは C と Also です、うん、はい、そうですね、 Not onlyA, but also B ですね。これはまあ楽勝でしょう。次、I need to なんとか the draft before the publication date ですね。はい、これは。へー、レビューにしちゃったけど、B の。正解です。はい、レビューですね。はい、これだけが他動詞。はい、そうです。他動詞ですね。うん、だから、look だったら他のが必要ですね。look over にするとかね。look into にするとか、talk も talk about とかね。go over とかありますね。チェックする。次、7番 Mr. Dale's carried out なんとか on marketing。 さあ、これも結構間違える人が多いやつなんですが、うん、これ勝手に慣用句でキャリアウト ING でなんか頭の中にいた、それがキャリアウト ING なんてありません。 あれ簡単って言ってましたよね、さっきね簡単って言ってましたけどいや、合ってると思ったんですけど、引っかかると思ったものじゃないものに引っかかってましたキャリー、しかも2人とも引っかかってるっていうね。なんで引っかかったの、なんでなんだろう。オン、キャリーオン、キャリーアウトってなんて言うの。キャリーアウト基礎じゃん、キャリーアウトなんかもう受験の基礎表現え、なんかあれだよね、キャリーアウトは分かるみたいなやつだっけ。違います、違います、いや違う、フィギュアウトとかのやつでしょ。あ、そう、フィギュアウトなんか試作する、あれ試作する、実行する、実行する、そうですね、うん、はい、あら、キャリーアウト C のリサーチです。はい、リサーチが不可算名詞であるっていう問題なんですよ、これ。そうなんだ。B に引っかかっちゃいけないよっていう問題なのに。なぜか A。A って。はい。リサーチ。なんでこれはあれしたの ?ING でしたの、え、わかんなかったから。リサーチオンマーケティングですね。オンは、このオンは何のオンですか、何のオン、え、このオン、はい、マーケティングのオン。マーケティングのオンっていうのは作んないでください、勝手に何のオンってどういうこと、説明してるオンとか。オンにはいろんな意味があるから、その中、あ、そういうこと。オンはいろんな意味あるでしょ、もちろん前置詞なんだから、山ほど意味がある。勝手に接触でとしか覚えてないから、接触じゃ意味がわからないじゃん、うん、そのマーケティング上でみたいな、上で、え、オブみたいなさ、女子みたいな意味じゃない、女子のみたいな、マーケティングについてって意味ですね。へぇ、やばい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 、トイック来そう。最後8番、はい、Of the employees has to attend the workshop、 はい、ワークショップに出席しなきゃいけなかった。さあ、A と B に分かれてます。答えは A じゃないの、 B です。はい、やった。あ、なぜでしょう。なんかね、はい、Each とエブリーとなんかもう一個 E がつくやつは、Each エブリー単数になるんだよ。ああ、あったそれ。でも All とかは、セベラル、サムは複数だからみたいなルールがある、ルールがあるので、で、Each かなって。
あーやった、あれいい、まだまだまだちゃんと答えに達してないですよ、ま、その説明だけでは足らないですね、はい、どうして1になるかって言ったら、はずが3単元だから、そうそういうことですね、だから単数ってことが分かるので、単数扱いは1だけ、 all と several と some は複数扱いですね、うん、ということでした。やばいね、テアの方が一歩上ってわけ、確かに一歩上だったの結局、そうか一歩上がらない1個しか違わないんだから、そうだ間違ってるところ、やばいやばい、他は同じで間違ってるってことということで、あれ英検1級目指してるんじゃなかったでしたっけ。いやあんま出ないんで、こう結構の基本事項、いやいやそれライティングスピーキングでそれできないといけない、はい、結構やばいな、めっちゃ間違えちゃった。というかどうするんですか、申し込みもうないよ11、あそうだから1月受けるとしたら、はい、英検はね、トイックはだってトイックもう10月の2回の申し込み終わってる、もう11月ですよ次の申し込み、まあ、じゃあ11月に受けようかな、あれ大学で申し込みができるんで、え大学それ IP テストでしょ、団体受験でしょ、それ認めないって視聴者いっぱい言ってくるよ、いやいや、それは時代遅れね、団体受験いやいや、え、うん、時代遅れじゃねえ、IP テストずっと昔からどうすんですか、もうえちなみにいつまでに取んなきゃったらなんか引退みたいな話になったの、え12月でしょ、あ10年12月ですよ、もうそもそも申し込めるのはそんなにないよ、2回ぐらい、まずいまずい、あと3回しかないですよ、あと3回受けて1回800円、そう1回800点超えなきゃいけない、舐めちゃダメだからね、今のトイックむずいから、えらしいね、えらしいですよね、今のトイックむずいから、うん、はい、なんか森哲先生の視聴者がたまに私のツイッターとか配信とかに来て、うん、今のトイックはとても難しいのでちゃんと勉強しないと取れないですよ、どうするんですかテアさんみたいなコメントくるんですよ、ちゃんと勉強してください、はい、ということで、はい、申し込んでもらいますということでした、はい、ご視聴ありがとうございました、 Thank you for watching、 出てこれ600点用の本でもやばい、はい、700点超えてるのに全然できなかった。難しいね。